皆さんこんばんは、今日も今日の一曲いってみたいと思います。はい、昨日はですねちょっとまたねちょっと鼻炎の方が激しくてですねちょっと鼻水ダラダラで、くしゃみも止まらずでちょっとね、お休みさせていただきました。はい、今日はね、なんとか鼻声もね、ちょっと抜けたので、やってみようかなと思うんですけど、まあ体調の方もね、特に問題なく、まあ今日から復活かなっていう感じですね。はい、それでは今日の一曲いってみたいと思うんですけども、ちょっとたまたまですね昔うちのね、田舎のうちに、多分うちのおじさんが持ってたおじさんかおばさんが持ってた、レコードだったと思うんですけど結構ね100枚ぐらいレコードがあって、全部シングル版のねレコードがあったんですけども、その中でねジャケットでねすごく気に入った、レコードがありまして、その曲をですねふとこう思い出しましてですね今日歌ってみようかなと、なんとなく春っぽい歌なのかなという感じもしたので、歌ってみようかなと思います。まあたまたまそのレコードを見つけたのが 春だったのかもしれないんですけど、はい、まあ皆さんにとってもね懐かしい曲だと思います。それではいってみましょう。ガロで学生街の喫茶店。君とよくこの店に来たものさ、わけもなくお茶を飲み話したよ。学生でにぎやかなこの店の片隅で聞いていたボブ・ディラン、あの時の歌は聞こえない、人の姿も変わる、だとは知らないでさよならも言わないで別れたよ。君と君とよこの店に来たものさ、わけもなくお茶を飲み話したよ。窓の外街路樹が美しい、ドアを開け君が来る気がするよ。あの時は道に枯れ葉が「ずに待っていた」「時は流れた」「あの頃は愛だとは知らないで」「さよならも言わないで別れたよ」はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあオリジナルはですねずっとねフェードアウトする感じなんですけどね、ちょっと僕なりにちょっとアレンジして、終わらせてみました。はい、いかがだったでしょうか。懐かしいですね。もう本当にあのジャケットがねすごいなんか知らないけどこうグッとこう入ってきた、そしてそのねユニットの名前もガロっていうねそのユニットの名前もすごく、なんか記憶に残ってる、そんな、フォークユニットでいいんですかね。はい、歌ってみました、思い出しながら。はい、いかがだったでしょうか。
はい、ありがとうございます。はい、それではですね、おとといのですね、コメント読んでいきたいなと思います。郷ひろみさん、男の子女の子ね、鼻声だからっていうことでね、歌いましたけど、皆さんゴールデンウィークラスト、楽しめたんでしょうかね。もうあっという間にゴールデンウィーク終わっちゃいましたけども、しのさんいつもありがとうございます。こんにちは。私の初めての推しは12歳の時の郷ひろみさんでした。可愛かったですよね。男の子女の子王子様みたいだった。ゴーゴー、花とミツバチも好きだったな。子供ながらにいけない感じがして、そうまあね、当時のね歌はね結構いけない歌が多かったですからね。谷さん、なんで似てるんだ、ね、郷ひろみさんは結構昔からねモノマネしてたんですよ。はい、無理なさらずにお大事にしてくださいね。ありがとうございます。まあなんとかね、通常通りに復活できましたので、はい、ご心配かけてすいません。ありがとうございます。藤野辰頼さん、いつもありがとうございます。こんばんは。この曲久しぶりに耳にしました。この後リンゴ殺人事件も聞いてみたいと思います。あ、歌ってるのを覚えていただいてたんですね。確か去年ぐらい歌ってたんじゃないかなと思うんですけども、はいね、もうリンゴ殺人事件は僕も大好きで、もう本当にね、歌っちゃいましたけども、ぜひぜひ、皆さんも聞いてみてください。何回目だったかちょっと覚えてないですけど、はい、ありがとうございます。ジジパンダさん、いつもありがとうございます。病み上がりなので無理しないでくださいね。ありがとうございます。まあ本当ね、今回ね一気にそのなんていうんですかね、アレルギー症状というか、副鼻腔炎がね一気に来て、まあ一気に来て一気に治ったんでね、よかったんですけども、まあでも本当にびっくりしましたね。こんな急に来てね、こんな急に来るんだっていうぐらい、今までなかったぐらい急に来た、その感じでしたね。はい、まあでもなんとかね復活できましたので、ありがとうございます。はい、皆さんコメントありがとうございます。コミュニティの方にもね、たくさんコメントいただきまして本当にありがとうございます。皆さんご心配かけて本当にね申し訳ありません。なんとかね復活できましたので、はい、ご心配なくということで、はい、まあ今週ですね、土曜日11日、ビーズのねシーズンのライブがあるので、まあ復活したんですけども、ちょっとシーズンのライブに向けてですね、また症状が出てきたりしてもちょっと困るので、ちょっとライブの準備のためにですね、明日からちょっとライブが終わるまではですね、ちょっと今日の1曲お休みしようと思います。なるべく本番直前前の日ぐらいまではあんまり声を大きい声を出さないようにしたいなと思いまして、どうしても大きい声出すと鼻の粘膜がですね炎症しやすくなるんですよね。なのでちょっと、様子を見てですね、ちょっとシーズンのライブ、土曜日終わるまでですねちょっとお休みしたいなと思います。まあ、いつも楽しみにしていただいている皆さんには申し訳ないんですけども、ご理解いただけたらと思います。でもしよかったらですね、11日、5月11日、茅ヶ崎スタジオ1で、シーズンライブやりますので、ぜひぜひ、見に来ていただければと思います。まあその日のために準備するわけなんで、120% のライブをしたいなと思いますんで、ぜひぜひ、皆さんよろしければお越しください。はい、ということでね、もうゴールデンウィークも終わりまして、今日から通常営業の人も多いんじゃないでしょうか。はい、まあちょっとね暖かかったり寒かったりなんかちょっとね今日はなんかジメッとね湿っぽい感じが してきましたけども、もうそろそろ梅雨も近いなっていう感じもしてますけども、まあ朝夕のね温度差が激しいので、まあ病み上がりの僕が言うのもなんですけども、ぜひ皆さん、風邪などひかないように、気をつけて今週も頑張っていきましょう。ちょっとねライブの、準備のために、数日お休みしますので、まあ皆さんね
もしよろしければ、5月11日、茅ヶ崎スタジオは、シーズセカンドライブにお越しくださいということで、次回は次の日曜日。それでは皆さん元気に今週頑張っていきましょう。